おはようございます、やんちゃです。2022年10月10日月曜日、スポーツの日の朝です。あ、しまった、時計の電池が切れてる。タイマー18分。はいiPhone が代わりにタイマーをやってくれましたやってくれましたじゃないというわけで、月曜日なんですけど、スポーツの日でお休みという素晴らしい日なんですが、はあ、なんかね、あ、そっか危ない危ない、プランク。よし、やるか。タイマー2分。はあ、本当はやりたくないが。今日の天気、今日雨だって聞いてたんですけどね。なんか晴れになりましたねなんか最近あんまり予報が当てになんないな。なんかこの3連休かなりグズグズになるっていう覚悟でいたのに、結局晴れましたね。まあ今のこの天気を晴れと言っていいのか分かりませんけど。はあ、なるほど。さて、なんか新聞でも見ますか。なんだって、ゲーム機やデジカメ主要20品目7割で供給不足緩和。お、なるほど。製品の需給バランスが回復している。へー、いやー、よかったですね。半導体不足がめちゃくちゃ反映されてて厳しかったんですもんね。なるほど。じゃあ今からプレステ5買うかってなるかどうだろうな。なんかうちの、あのマンションの管理組合で、あの集合玄関の iPhone を交換しようってことになってるんですよ。でどうしようかねって言ってたら、 iPhone が半導体不足でちょっと今注文もらっても納品できませんねとかってなってたから、ちょっとペンディングしてたんですけど、その話が進みそうですね、もしかしたら。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。くはぁ、すごい。はい、なんかプランクの時も言ってましたけど、天気がね、微妙に晴れではないんですけど、雨が降ってないっていう状態ですね。まあ過ごしやすいですよ、気温も。何度なのか分かんないけど。ごそごそ、よいしょ、23度だって、最高では その証拠にわしもう今屋上に2時間近くいてプランク、さっきプランクとかって言ってましたけど、プランクやったの多分1時間半前とかです。じゃあ何をやってたのかっていうと、あの昨日の散歩の動画の編集というか、まあ編集をやってたんですよ。でなんでそんなに時間かかるのかっていうと、 iPhoneでめちゃくちゃ撮ったんですよ、今回散歩で。で iPhone でたくさん動画を撮るのはいいんですけど、それを Mac に持ってこようとすると、なんだろう、方法はいくつかあって、 iCloud に一回入れてしまって Mac で改めて iCloud 経由でダウンロードするっていう方法で、もう一つが AirDrop で送るっていう方法と、まあその他ね、アップルのサイトを見るとメールで送れとかメールで送れとかいくらなんでもないでしょと思うんですけど、あとなんだっけ、まあ他にそのなんだ、 Google ドライブとかドロップボックスとかボックスとか、そういうサードパーティーのクラウドストレージを使えとか、
っていうのがあるんですよね。でそれのうち、まあ、私が普段使ってるのはエアドロップなんですよ。なのでエアドロップで送ろうとするんですけど、なんかね数ギガバイトレベルのファイルをエアドロップで送ろうとすると、何ですかね、 iPhone でファイルを選択して Mac にエアドロップだってやると、なんか準備していますとか言って、なんかそのなんだあれ、なんて言うんだっけあの輪っかでプログレスバーが出てきて、なんか準備をしてますとか言って数分待たされて、でその後一気にドーンって送るんですけど、それがなんか 50% ぐらいの確率かな、 50% ぐらいの確率で失敗するんですよ転送に失敗しましたとかって言ってくるし、本当にね使い物にならないっていうか、数分待たされた上になんか失敗しましたとか、なんかガチャなんですよ、エアドロップ転送ガチャだからそうだな、今回10個ぐらいファイルがあって、それを一括で全部選択して送ろうとした時には、まあ、10分ぐらい待たされた上にガチャになるから、怖い、リスクが高いから一つずつ別にまとめてドーンってやって失敗するのも、一つ一つやってそれぞれ失敗するのも同じ確率ではあるんですけど、なんか嫌だから一つ一つやるみたいな、なんかちょっと不毛なことをねやってたんですよね。ちょっとねこれがネックなんですよね。もしかしたら一番いいのはあれかな、いやでもねいろいろまだそのエアドロップから方法を変えればいいんでしょうけど、いろいろオプションはある。例えばそのライトニング端子に接続するタイプの SD カードリーダーっていうのがあって、それはその外部メディアを読み込むときには結構便利なんですけど、逆にその SD カードリーダーを使って SD カードに書き出すっていうのが有効な可能性がある。でもまあライトニング端子の部分が USB2.0 なので、やっぱそこの速度に引っ張られるっていう問題が、 USB2.0 の速度に限界があるので、ちょっとそこが微妙まずそれが一つで、なんだっけ、まあ USB2.0 ってでも320ぐらいだっけ、 USB2.0 速度480Mbps か。まあ 480Mbps ってことは 60Mbps ぐらい出るから、まあ十分っちゃ十分エアドロップでもそれぐらいが限界なので、まあそんぐらい出ればまあ合格っちゃ合格ですよね。その代わり2段階になる2段階になるっていうのは、1回 SD カードに書き出した上に Mac に SD カードを挿してもう1回読み込まなきゃいけないから倍かかるでもう1つオプションとしてあるのが、 iPhone からあの何かしらのなんだろう、 NAS とかに接続して、家のローカルネットワークの中で NAS に接続して NAS に書き出すみたいな、そしたらいいんじゃないか。 NAS に書き出したら Mac は NAS から取り出す、まあ、これも SD カードと同じですけどね、2倍の手間がかかる行って行為をやんなきゃいけない。まあその点USB2.0 ぐらいの速度で、なんだろうな、直接ファイルがやり取りできるエアドロップは優秀といえば優秀なんですけど、あの2分の1の確率で失敗するから、なんだろう期待値的にはその SD カードとかに書き出して引き出す手間がかかるっていう2倍っていうのが、この2倍の確率、そうなんだよな、0.5 の信頼性しかないっていう部分をかけると同じぐらいになるっていう、
はい、じゃあ同じじゃんっていう。でもわしがそのエアドロップが失敗する確率が 0.5 だって言ってるのも体感でしかないので、もしかしたら測ってみるともっと期待値が低いかもしれないから、だとすれば確実に書き出せる SD カードとかの方が有効かもしれんみたいな話はある。というかあれだな、これの話をしてるだけで時間が経つけど、今日散歩の動画がめちゃくちゃいっぱいあるからちょっと次の話をしないとやばいな。はあ、まあいっか、別に20分に収まらなくてもいいよね、たくさん話すことがあるときはね。じゃあ余計な話をもう一個するか。今日なんかカメラの電池が切れてて、あの撮影を始めようとしたら、でどうしようかなと思ってモバイルバッテリー持ってくるかと思ったら、なんか散歩の時にモバイルバッテリー使い果たしてたみたいで、モバイルバッテリーがなかったんですよわしがメインで使ってるなんか2万ぐらいあるやつ、2万ミリアンペアワーぐらいあるやつがなんか空になってて、じゃあどうしようかなと思った時に、この小さいモバイルバッテリー、これがねあることを思い出したんですよ。これもなんだかんだ言って1万ミリアンペアワーの容量があっていいやつなんですけど、いいやつっていうかちょうどいいやつなんですよ。なんか軽くて小さくて、でこれが何なのかっていうと、これちょっと前にも話したかもしれないんですけど、うちの家であの常設のあのシェアリングモバイルバッテリーこれがあのリビング の充電ブースに4つ常備してあって、でいつでもみんな使っていいってことになってるんですよ。だからね超便利、こういう時に便利。なんかよくなんかスーパーとか駅とかであの LINE でこう100円払うと借りられるモバイルバッテリーで、その同じチャージャーがあるところどこだって返していいよみたいになってるやつあると思うんですけど、あれみたいなやつが家の中にある今すぐモバイルバッテリー必要っていう時に持ち出せるようになってるんですよね。これがね結構はい、便利です、はい、でこういうのってなんか運用が始まるとなんか4つあってもどんどん減っていって、使いたい時にないじゃんみたいな話になるんですけど、それを防ぐためにその毎日夜その7時45分からあの家族で集まってあのミーティングをやるんですけど、その時にそのスクリプトとしてモバイルバッテリー、この常設モバイルバッテリーが4個揃っているかどうかを確認するっていうチェックリストがあってそう、大体ないんですよ。大体2個しかないとか言って、よしじゃあ探せとか言って、あの使った人心当たりがあるだろうから持ってこいって言って、あの4個にする、必ず4個にするっていうのをやっているおかげで常に4個ねこれが使える状態で待機してるんですよ。超便利この毎日の普段の努力によって、はい、常にモバイルバッテリーが必ず使える状態になってるっていうのがね、はい、嬉しいです。でこれは USB-A しかないやつなんで問題ないんですよ。問題ないんですよっていうのは、この ZV-10 がわしがメインで使ってるモバイルバッテリーのType C のところに挿して、Type C、このカメラにも Type C がついてるんで、Type C C でつないだときに、なんかそのカメラはモバイルバッテリーのことをなんか大容量ストレージだと思ってしまって充電しないっていう問題があって、だからねこの A C のやつでつながないとあの。ZV-10 は給電できないっていう問題があるんですよね。だから今度届くその FX30 がどういう仕様になってるのかすごい気になってるんですよね。モバイルバッテリーでどうなんだろう。タイプ A って基本的には5アンペアじゃないですか、確か5アンペアしか出ないと思うんですけど、そのタイプ C だったら、まあタイプ C だったら、まあタイプ C に限らないか、パワーデリバリーは。まあでも基本的に5アンペアじゃないですか、A って。で C になると、そのまあ
ちょっと極端な話ですけど、最新の規格であれば240アンペアまで出せるわけじゃないですか。200アンペアの話じゃねえなこれ。待てよ、ちょっと間違ったことを言っている可能性がある。アンペアじゃない、ワットか、ワットでも、ワットん、ちょっと待って。間違ったことを言っている可能性が高くなってきた。5アンペアで5ボルトだから25ワット出るのか、これ。もしかして25ワット出る。25ワット出るかも。アウトプット、あーごめんごめん違ったわ。アウトプットは5ボルトかける 2.4 アンペアだから12ワットですね。これ12ワット出るわけですけど、もしかしたらその FX30 とかだと、なんか12ワットとかだとなんか物足りない可能性があるわけですよね。あの電池もでかくなるし、多分もっと電力食うかもしれないですよね、ファンがついてたりとか。そうするとなんか外で困った時にその12ワットで足らんくなったら USB-C でもっと欲しいわけですよね、きっとね。20ワットとか、そのなんなら30ワットとかで、そういう時にね、そのちゃんとした USB-C の PD で電力が出せるモバイルバッテリーとかに繋いだ時に、いやこれマスストレージですとかって言われた時に困るなと思って。 ZV-E10 はまだそのなんて言うんですか、この 12W で十分ずっと使えるのでいいんですけど、 FX30 も同じだと困るなって思いました。はい。はい、やばい、もう15分経ってるんだよな。でプランクと合わせると17分経ってるけど、このあと散歩とかいろいろな撮ってきた素材を貼り付けると今日は30分コースになる可能性が出てきた。はい、よいしょ。とりあえず昨日何してたかなんですけど、昨日はまあ昨日の回でも言ってた通り、朝一で東京駅に行って、その寝台特急サンライズ出雲の寝台のチケット取りをしてました。東京駅の緑の窓口に着いたのがだいたいどんぐらいだったかな、8時50分ぐらい、52分とかそんなもんですかね。で例年そんぐらいに行くとだいたい1番手で、その10時ちょうどに打ってもらうのに一番窓口が10時うちの待機状態になるのでそれに間に合うんですけど、今回なんと3番手になってしまって、まあ昨日列に並んでいる様子を差し込んだと思うんですけど、やべえなどうしようかなと思ってたんですけど、なんか緑の窓口6番まで窓口があって、10時ちょうどに打つためになんか10分前ぐらいから窓口をいくつか閉じてその待機状態になるんですね。でその10時打ちのために並んでた人を流し込んで、その10時ぴったりにカウントダウンして一斉にバーって取るっていう、そういう流れになっているわけですが、なんか3番まで開けてくれてなんとかなりました。よかった。なんかその10時打ちをしている様子のムービーがあるのでちょっと流しますか。3、2、1、ほい。でこれ今なんかピッピッって言ってると思うんですけど、かなり緊張感ありますよねこれね。なんかそのそうだな、10分前ぐらいになるとなんかその申し込み書、十字打ちをする内容を書く紙を回収しに来るんですけど、でその回収した内容、これはこういう意味ですかとかっていうすり合わせをして、で職員の人があの事務所側に引っ込んでくるんですね。でさらに5分前ぐらいになると、じゃあ窓口開けるんで来てくださいって言って窓口に流し込まれると。で流し込まれたら、じゃあそのこれからカウントダウンするので待っててくださいって言って、それぞれの窓口の前で待つわけですね。そうすると2分前ぐらいからこのなんていうんですか、時報
この何でしたっけ、電話で時報鳴るのなんだっけ、114だっけ、時報か、時報って114だっけ、117だっけ、忘れたな、117だ。なんか電話で117ってするとこれが聞けるわけですけど、これもうあれしてんだよ、あれもう撮ってる、これこれで10時ちょうど、おっと、鳴ったけどもういいや10時ちょうどにこう端末をバババババって操作している様子です、これは。で、その結果を職員の人が教えてくれるというわけですよで、結果としてはなんかサンライズ出雲のなんか一番いいやつ、 A 寝台と呼ばれるシングルデラックスっていうやつが2枚取れました。あの1枚頼まれていたので、わしの分と合わせて2枚、2枚ともシングルデラックスが取れたのは行幸1編成に6部屋しかないので、まあ、なかなか取りにくいですよね。だそのうち6分の2が取れた嬉しい。でなんかそのインターネットで予約するやつもここ数年で始まったらしくて、この窓口で十字打ちをするっていう以外にもインターネットで十字打ちをしている人たちっていうのもいるっぽくて、まあ、そういう人たちも含めた争奪戦なわけですよね。なんで、まあ、どれぐらいの人がシングルデラックス狙ってたか分かりませんけど、2枚も取れたのは、はい、超ラッキー。なんか隣の窓口の人もシンデラを狙ってたっぽくて、ただなんか取れてませんでしたね。多分勝敗を分けたのは、あの隣の人はなんか禁煙でお願いしますっていう注文をつけてたので、そうするとシングルデラックスの禁煙だと半分になるのかな、多分そういうことなんだと思うんですよね。まあ、いっか、調べてないけど、多分半分とか2つとかしかないはずなので、より狭まってたからでしょうね。いやー、大変だった、怖かったね、そのサンライズ出雲っていう寝台特急ずっと走ってはいるんですけど、結構そのなんだろう、2編成しかなくて、そのなんだろう、出雲とか瀬戸側から来るやつと東京側から行くやつが、その毎回往復している感じなんですよね、2編成で。だからその2編成分しかないわけなんですけど、なんか結構その車両の老朽化みたいなのが問題になってて、回収するのか心臓するのか心臓しないんじゃないかなとは思うんですけどね、心臓するかな、わかんないですけどね。ただ回収するにも一回運休しなきゃいけないでしょうし、なんかいろんな意味でもう限界になったら一回なくなっちゃうと思うんですよね。心臓して入れ替えるっていうのが、まあ無停止で継続する唯一の方法ですけど、心臓しまず心臓もしくは1編成ずつ回収する、で、あの1日おき、だから2日に1本しか出ませんみたいな、シャトル方式にするっていう感じにはなるかもしれませんけど、まあいずれにしろ安定して乗れなくなる可能性があるんですよね。いつ安定して乗れなくなってもおかしくない寝台特急なので、まあ機会があったらね、乗っておくべきというか、今常設の寝台特急ってサンライズ出雲しか、出雲っていうかサンライズ出雲瀬戸、サンライズエクスプレスしかないはずなのでね、電車の中で横になって寝るっていう体験がしたい人はね、ぜひ行くといいと思います。はい、というわけで撮ったよといやー、よかったねっていう感じなんですけど、この後東京駅から適当に皇居の周りを、まあ、ぐるっと歩いてきたわけですけど、そこで
結構映像を撮ってきたわけですよ。でその時にわしね、屋上に持ってくるの忘れちゃったんですけどあのジンバルっていうやつを使いました。あの iPhone につけてこうやってハンドルになってて、 iPhone がこうやってあの自分の手側の揺れに合わせて iPhone だけは固定されてるみたいな、ずっとこの iPhone はビタってなってるっていうやつを使って皇居の周りを撮ってきたので、その映像をちょっと見ていきましょうか。はい、3、2、1、ほい。でちょっと東京駅から皇居のあたりまで行く部分はかなり長尺で撮ったので4倍速ぐらいにしてます。はい、どうですかね、早送りにしてるけどあんまりガタガタしてないように見えませんか。なんかスーッと動いている感ありますよね。これ結構早送りにするとこの差がわかる気がするな。まあこれジンバルありとなしで両方撮るべきだったなとも思うんですけど、早送りにしてこれならね優秀だと思う。うん、途中なんかウェディングフォトを撮ってる人めちゃくちゃいっぱいいた気がするこの東京駅の周辺ってウェディングフォトを撮るメッカみたいになってて、だいたい晴れた日とかに、晴れた日とか休みの日に限らないかな、なんかねウェディングフォトばっかしいいですね。これで皇居のあたりに、お堀のあたりに到着ですかね。はい、結構観光してる人多かったですね。これ皇居名物の白鳥。はい、でなんだっけこれ、和田倉親水公園みたいな、噴水公園か、和田倉親水、じゃあ噴水公園っていうところなんですけど、ここね、ここはなかなかいいですよ。でこのスタバ、これ最近できたんですよ、このスタバが。で昔はその噴水公園の隣にあるパレスホテルっていうホテルのなんかバイキング、ホテルバイキングみたいなやつがあるレストランだったんですよ。でそれなりには高いけどそこまで高くないっていうかどんぐらいだったかな、2500円とかそんなもんで、結構そのホテルの味のバイキングが食べられるっていうんで、なんか重宝してたんですけど、まあ人が来なくなったんですかね、なくなっちゃってスタバになっちゃいました。でこれがそこから、そのなんだ、噴水公園から皇居の周りを歩いているシーンこれはその何ですか、ジンバルの根元をギュッと伸ばして自撮り棒状態にして自撮りをしているところです。自撮り状態で歩いているところ、インカメラで。これめちゃくちゃいっぱいそのランナーの人とすれ違ってると思うんですけど、このお堀の周りがあの反時計回りで周回しなきゃいけないっていうマナーがあるらしくてでわし今この歩いている方向は時計回りなわけですね。だからこう反時計回りで回らなきゃいけませんよっていうマナーを守っている人たちとめちゃくちゃすれ違いまくってたっていう、そういうシーンですいやでもよくよく見てみると、そのランナーとかウォーカーの人たち向けのマナー、つまりそのスポーツとして皇居の周りを何周も何周もぐるぐる回るっていう競技をやっている人たち向けのマナーだから、別に散策してる人たちはあの普通の歩行者なので、別に反時計回りじゃなきゃいけないというわけではないと信じたい結構ねランナーね危ないんですよ。なんか遅いランナーと超速いランナーが入り混じって走ってるので、
なんか超速いランナーがその遅いランナーを追い越そうとするときにこうわしとすごいぶつかりそうになる。しかも超速いから危ないんですよね、結構ね。もうちょっとね、なんて言うんですかもうちょっとその遠くの方を見ながら走ってほしいなとは思います、ね。はい。なんか目の前の抜こうとしているランナーしか見てない超速いランナーとかがハッて言ってハッて桂馬みたいな動きをして飛び出してくるのでぶつかりそうになる。でこれがなんだっけな、なんだっけこれ忘れちゃった。北の丸、北の丸公園とかいう感じで、この丸いやつがおそらくですけど、あの大砲の砲台の土台なんじゃないですか、これ。大砲の、江戸城の大砲の土台なんだと思うんですよね、おそらくね。だからこれ防衛施設の跡地っていうか、そういう感じ。あの前にお台場って知ってます？お台場っていうあの海のあのエリアがあるんですけど、そこにもその東京湾に砲台を設置し、黒船対策ですか、砲台を設置して備えた、敵襲に備えたみたいなところの跡地がありましたけど、多分あれと同じやつなんじゃないかでここがなんだっけ、これ千鳥ヶ淵っていう公園なんですけど、皇居のとこにある。この公園はね、本当にすごい、なんか上品さがなんか皇居の中をなんかお裾分けしてくれてるみたいな感じ、なんか気品があるしかもそんなに人がいないから、この近所に住んでてなんか毎日のようにここを散歩できる人は恵まれてますね。ただこの近所に住もうとしたら多分数億円必要なんだと思うこの小屋良かったですよ。はい、この小屋いいですよ。この小屋がいいっていうことをこの後わしがコメントするからちょっと聞いててくださいここ超いいんですよね。そろそろだよ、そろそろわしがなんかコメントするよ。ここめちゃくちゃいいですね、ほらなんか何か千鳥ヶ淵っていうんですかこの小屋みたいなやつめっちゃいいですね。わしが今言ったよもうそれそしてこのあの自撮り棒になってるジンバルめっちゃ便利なんか撮影しやすい自撮り棒いいっすよね。さすが高いだけある、わかるめっちゃいいね、千鳥ヶ淵でね、自撮りが淵ってね はあ、まあ、この後にもいくつか撮ったんですけど、もうなんかエアドロップでこう撮ってくるの面倒になっちゃったからやめました、もう長くなるしね。はい、まあそんな感じの散歩でしたよ。で結局皇居一周して、でどこまで行ったのかな、秋葉原まで歩いて、でなんだっけ、秋葉原のメイド喫茶でなんかオンラインイベントに参加してましたねあの Ruby on Rails の Ruby on Rails っていうあのウェブアプリケーションを作るためのフレームワークがあるんですけど、まあ、そのフレームワークに関するイベントがオンラインで行われてて、それ散歩中にもヘッドホンで聞きながら歩いてたんですけど、なんか4時ぐらいから懇親会が始まったので、その4時ぐらいからの懇親会にメイド喫茶から参加してました、うん、結構楽しかったですね。で夕方になって帰ったんですけど、夕方なんか雨が降ってきちゃって傘持ってくの忘れたから、
結構塗られながら、あの振られながら帰ることになって辛かったです。はい、以上が昨日の散歩の報告でした。どうでしたかね、あのジンバルで撮ってたやつ。なんかその iPhone 14のカメラについてるアクションモードっていうやつは、そのいかにもジンバルで撮ったかのようにその揺れを吸収してくれる、まあいいやつなんですけど、どうしてもその画角が狭くなっちゃうっていう問題があって、まあちょっと限定的っていうか、まあ手ぶらでうろうろしてる時に、まあ適当にその辺の風景を撮りたいっていう時に、まあ便利っちゃ便利なんですけど、まあ、今回の散歩みたいにあらかじめ動画を撮ることが分かっていて、で iPhone 14を、まあ14に限らないですけど、 iPhone をその撮影機材として使うぜっていう意気込みを持って臨む時にはジンバルはいいですね。何がいいって、その単に普通になんかシューティンググリップとして持ってる時に揺れが抑制できるっていうのはもちろんのこと、その根元の部分がシューって伸ばせて自撮り棒みたいな形になるっていうのが、それがね結構便利でした。はい、だから単に画角が損なわれずに揺れも抑制できるっていうだけじゃなくて、自撮り棒にもなるっていうのがね、なんか案外便利でした。でそのグリップのところにその首振りをするコントロールとか、あとなんだ撮影を開始とかストップするボタンとか、あとはインカメラと、あれアウトカメラっていうんですか、メインカメラわかんないけど、インカメラとアウトカメラを切り替えたりするボタンとかいろいろあったりとか、あとなんだあと水平をリセットするボタンとか、なんかねいろんなコントロール、あとなんだろうフォーカスを固定するトリガーとか、まあ多機能なんですよね。なんかさすがだなって思いました。うん、いやなんか結構いいかもしれないなと思いましたね、ジンバルね。はい、なんか設定するの面倒って思い込んでましたけど、東京駅の駅前でまあ5分ぐらいで設定も終わったし、まあそんななんか使うハードルが高いわけでもないし、いいですね。ただあとなんだろうな、問題点としては、一応そのジンバルってその揺れを抑制するためにモーターがついてて、で iPhone と Bluetooth で通信しながらいい感じにやるっていう、そういうガジェットなんで、どうしても電池が必要なんですよね。だからジンバル自体の電池が切れちゃうっていう問題があって、まあ、問題っていうか当たり前の話なんですけど、だから結構ずーっと使ってると、まあ、今回昨日も電池1回切れたんですけど、どっかで電池を補給する必要があるかもしれない、かもしれないっていうか必要がある。どうなんですかね、モバイルバッテリー、こういう風にモバイルバッテリーで給電しながら使えるのかどうかわからないですけど、給電しながらどうかな、使えても良さそうなもんですけどね。あの USB-C で充電できるので、まあなんなら差しっぱなしにして、まあ、撮影してない時には充電する、で撮影が始まったら給電だけするとかっていう状態に持ち込めるんであれば、なんか良さそうな気がしますね。うん、なんかね iPhone を撮影機材として使ってると iPhone 自体の電池ももりもり減ってくので、まあ、もうちょっとリッチなモバイルバッテリーで2本出して両方給電しながらやるっていうのがいいかもしれないですけど、そうするともうね、なんかジンバルと iPhone 両方に電源ケーブルがつながっていてとかってなってくると結構ゴテゴテしますよね。そんなにゴテゴテするんだったら、なんかミラーレス一眼とかでジンバルで撮影するのとあんまり変わらなくなってくる気がするので、それも良し悪しっていうか、なんかね、ただなんだろうな、ミラーレス一眼でがっつり撮影するっていうスタイルと、その
iPhone にジンバルをつけて撮影するっていうスタイルと、 iPhone を適当になんか軽率にこうやって撮影するっていう3つのスタイルを、まあ、切り替えながら、その今やろうとしている撮影の本気度に応じてカジュアルさが選べるっていうのはまあ悪くないかもしれないですね。どうせなんかバックパックを背負っていくんだから、全部カバンに詰め、バックパックに詰め込んどいて、シチュエーションに応じて今すぐ撮りたいってなったら iPhone のアクションモードで撮ればいいし、なんかちょっと撮って今すぐ SNS にアップしたいとかだったらなんかジンバルで撮ってもいいし、でこれは Vlog で撮るぜ、 Vlog で公開するぜってなったら、まあガッとカメラを取り出して撮ってもいいしとか、なんか望遠したいとかだとねカメラの方がいいでしょうから、まあなんかそう、なんかでも今こうやって話してて思いましたけど、なんかわしそんな映像クリエイターみたいなことをしたいのか。っていう問題はあるんだよな。散歩がしたいわけであって、なんか絵を撮りに行くっていう、ロケをしに行っているつもりがさらさらないっていう問題があって、はぁ、ね、そういう問題は、はい、あるなって思いましたけど、はい、まあちょっと FX30 も届くし、そうも言ってられないっていう気がする。なんか FX、 なんかそうなんですよ。何がそうなんですよっていう、言うかっていうと、もともとそのヤンチャクラブって、その今この撮ってる ZV-E10 っていう Vlog カムを買ったのがきっかけで、 Vlog カムって言うからには、まあ、Vlog を撮った方がいいんじゃないって言って毎日 Vlog を撮ってみようと思って投稿し始めたチャンネルなんですよ。でこの度この Vlog カムを買い替えると、いろいろあって買い替えることになって FX30 っていうやつが届くんですけど、 FX30 は Vlog カムじゃないんですよ。シネマラインなんですよ。シネマラインなので、今までのこう流れから逆算すると、シネマラインのカメラを買ったからにはシネマを撮らなきゃいけないんですよ。そんなことある。まあもちろん Vlog も撮り続けるとは思うんですけど、シネマラインを買ったからにはシネマを撮らなきゃいけないっていう、なんだろうな、義務感みたいなやつが発生しつつあるので、ちょっとどうしようかなって今思ってるところです。はい、楽しみですね。そうやって買ったガジェットに引っ張られて何かをするっていうのは、はい、動機としてはわしの中ではありなので、はい、何か新しいことをやるきっかけになったら嬉しいなって思ってます。よし、すごい、今日もう40分でプランク足すと45分ぐらいになる。はい、バイバイ。